西田昌司君。あのね、おかしいじゃないか。いや、違法な寄付をもらってるのは認めてるんだから。それで総理がこんないい加減の答弁には日本の国は持たないよ、そんなのは。いや、否定してるんなら調べてからって言うんでもいいけれど、認めてるじゃないか、本人が。一応事実を認めたわけですから、それに対してずっと調べたと言わないで、今の現時点までにおいて総理はどう考えてるのかということです。問題がありますぐらいのこと言わなきゃダメだろう、ちょっと。問題があるぐらいのこと言いなさいよ、ちょっと。何言ってるんだよ。何よ、その開けないわけで、答弁気にならなきゃいいんだよ。態度悪いよ、態度が。まあまあ、ちょっと。それで、それは、平田谷町ですね。それもそうだなと、こうなってます。まあ、休憩はまた最後に言いますけれど、まだ1時間ですね。はい。それでは、菅総理よりもう一度答弁を求めます。速記を上げてください。起こしてください。菅総理。私自身が経緯を細かくもちろん知っているわけではありませんが、今のやり取りの中で、前原大臣自らですね、そういう部分について、そういうことがあった、まあ、あったないしはあったようだということの指摘がありましたから、まあ、それはやはり注意をしていかなければならないのか、まあ、率直に申し上げてですね、在日の方がいろんな活動をされている中で、もちろん分かっている場合、分かっていない場合も、国籍が帰化されているかどうか、いろんなケースがあります、ですから、個別のことは私は聞いておりませんので、そういろんなことが一般的にあるわけですから、まずは今お聞きした中で言えば、それは気をつけられた方がいいと思いますが、それをもってですね、何かそれをもって、その大臣が的確云々ということについて、私は今までの話の中でそういうふうには思わなかったものですから、ちゃんと話を聞いてということを申し上げているんです。西田昌司君。菅総理、この後に読んでね、非常に認識甘い。今ね、在日であるとかね、ないとかわからないじゃないかとおっしゃったけれども、これはね、わからなかったからもらって罪が免責されるんじゃないんです。この辺のところちゃんと説明してあげてくださいよ。田口選挙部長。お答え申し上げます。一般論で申し上げますと、政治金規制法におきまして、何人も外国人外国法人等から政治活動に関する規約ではないとされておりますが、故意にこの規定に違反をして寄付を受けた者、団体にあってはその役職員または構成員として当該違反行為をした者と、そのものについて罰則の定めがございます。で、もう一度一般論でございますが、故意がなければ罰則の対象とはなりません。西田昌司君。前原大臣は知っててもらってるんですよ。外国人であることを知ってるということをおっしゃったんですからね。しかも継続してですから、これはもうそこに故意がある。しかも継続ですよ、継続反復なんですよ。とんでもない話。そして今お返しになるという話もされましたけれども、返金したらこの罪は免れるんですか。答えてください。田口選挙部長。お答えいたします。一般論として申し上げますが、罰則の適用につきましては、当該行為の行為時の行為が法的に評価されるべきものでございまして、後日に収支報告書の訂正をしても過去の事実関係は変わらないものと解されているところでございます。西田昌司君。ね、このように今言いましたようにね、要するに返したからとか知らなかったからでは通らないんです。しかも継続反復してるんですよ。そしてそのことを前原大臣が認めておられるんです。ここまで言ってあなたはこの問題ね、調査しなければならないとかいう話になるんですか。どうしようもない話でしょ。これは責任免れないんだよ。もう一度答えてくださいよ。前原大臣の責任とあなたの責任も含めて。菅総理大臣。先ほども申し上げましたけれども、私もたくさんのいろんな事例を見てきておりますから、今日初めて西田さんが言われ、あるいはその答弁もお聞きしました。しかしご本人も
さらに全貌をしっかり把握したいということを言われているわけですから、まずはそうしたご本人のそういう、なんて言いましょう、調査というものを待ちたいと。それはですね、法律というのはもちろん大変、いろんな書き方があって、それはそれで重要ですけれども、それはそれで重要ですけれども、それがですね、どういう形で何に影響するかというのはちゃんと事実関係を聞いた上でですね、考えなければいけないんじゃないでしょうか。だからごく私は普通のことを申し上げているつもりですけど。西田昌司君。本人がもらった本人が認めておられて何を調べて何を争うんですか、あなた。ね、意味が分かりません。何を調べるんですか。菅総理大臣。ご本人が全貌を調べてと言われているんですから、そのことを待ちたいということを申し上げているんです。西田昌司君。いずれにしましてもね、早急に調べてください。そして処分をしなければならない。その時には、前原大臣だけではなくて、菅総理、あなたの政治責任もあるということを復元しておきます。そしてね、この問題の一番問題はですね、要するに、民主党政権が北朝鮮上対してですね、態度もそうだし、一番典型的なのはね、外国人に対して参政権を与えるということをね、あなた方言ってきたんですよ。これ完全にね、日本人の主権侵害なんですよ。ね。それが永住外国人であっても、日本人の主権をですよ、侵害するような話を、何を言ってんだ、あなた方。東尾。お静かに願います。お静かに願います。西田。この後に及んでね、皆さん、民主党の皆さん方のこの後に及んでですよ、こういう開き直りをしてるんです。つまりね、日本人の主権が、ね、そういったことで侵害されてはいないかということを少なくとも国民に誤解を与えるね、とんでもない事案なんですよ。だから、これはもう即刻ね、罷免に値するということを言ってるんです。ね。そのことが全然簡素に分かってないし、ここにおられる民主党の皆さん方も分かっていない。で、これがね、今の民主党選挙の一番問題。それで、今日はね、他にもまだ私は言いたかった、日銀の白川総裁にも来ていただいたけれども、デフレ問題というのは非常に大きいんですよ。だからまずデフレ対策の集中審議をお願いしたい。それからこの問題、この今のですね、政治と金、この問題についてはですね、小沢さんの問題も含めて徹底したですね、審議、この集中審議を求めて私の質問を終わります。理事会において協議いたします。以上で小坂健二君の質疑は終了いたしました。